塩川達也は兵庫県神戸市垂水区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。1998年に神戸国際大学附属高等学校へ進学、県大会ベスト4まで進んだ。2001年に東北福祉大学へ進学すると、2年春からレギュラーとなり、2年春の仙台6大学野球連盟では3冠王、通るようを同時に獲得したほか、 4年秋、最優秀選手でベストナインを6度受賞した。4年時の第53回全日本大学野球選手権大会では首相として出場し、チームを日本一へ輝いた。同年開催の第33回日米大学野球選手権大会にも選出され、首相を務めた。2004年のドラフト会議にて2005年から 創設される東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名され入団。創設年では唯一となる地元にゆかりのある選手となった。新人ながら背番号1を与えられた。選手時代2005年は内野のレギュラー候補として期待されるが1軍出場はなかった。2軍では遊撃士を中心に内野の全ポジションを守り打率。 274を記録した。2006年は、沖原義則の不調によって、西村渡る、草野大介と遊劇種のレギュラーを争い、結果として最多の出場機会を獲得した。同年6月1日の対阪神タイガース戦で、プロ初登場を果たし、プロ初安打を放った。6月4日の対中日ドラゴンズ戦では、プロ初先発出場。 9月27日の対オリックスバファローズ戦では、岸田守からプロ初本塁打を放つ。2006年7月5日、ブログ全力疾走を解説した。2007年度に球団が実施した小学校訪問は6校だったが、うち4校に参加した。これは、楽天選手の中では、最多で、安倍治のブログでは、ミスター学校訪問と呼ばれた。本人も、 このような交流活動について結構好きと2006年7月5日付のブログで記述している。同年終了後からスイッチヒッターに転向。10月24日の湘南シックス戦の6回第3打席にて実戦初の左打席に立ったが2打席無安打に終わった。2007年4月21日の対シバロッテマリームズ戦で小宮山悟から 左打席での公式戦初安打を放つ。課題だった打撃も前年より打率を落とし、渡辺直人が遊撃のレギュラーに、草野大輔が三塁のレギュラーに定着したため、出場機会が激減した。そのため、ダイソーと三塁の守備固めとしての起用が中心だったが、細かな怪我の多い高須洋介に代わって二塁手としても、出場するなど、二塁手、三塁手、 遊劇手の3ポジションを、各2 0試合以上守り、重要な控えのない野手として、開幕から一軍に帯同し続けた。2008年も前年と、同じく主にダイソー、守備がために起用された。外野守備にも挑戦したが、打撃はさらに打率を落とした。2009年は調子を落とす一方だった、スイッチヒッターから、右打ち専門に再転向。 高須洋介に代わって昇格すると、同年5月27日の対中日ドラゴンズ戦で8番、二類種として出場し、二打点を挙げて、田中正宏の開幕7連勝をアシストした。7月に降格された後は、再昇格がないままシーズンを終えた。この年は、出塁率が打率よりも低いという珍しい成績になった。2010年は一度も一軍昇格がなかった。 シーズン終了後、岩村明則の加入に伴い、背番号を6に変更。2011年も一軍では4試合の出場にとどまり、同年11月14日に戦力外通告を受け、引退。2012年より、楽天イーグルスジュニア、コーチに就任。2015年からは、楽天時代のチームメイト、北に久み、有目兼久と共に、 社会人野球のクラブチーム、ドフクラブに加入してプレーしている。同年の第40回全日本クラブ野球選手権第2次予選東北大会では、首位打者賞を獲得。2018年から楽天の一軍戦略、内野コーチに就任する。2019年は二軍内野守備総類コーチ。2020年は一軍内野守備総類コーチ。 瞬速強権の遊撃手だが、二類種、三類種としての出場も多く、2006年は一試合だけ右翼種、2008年には中堅種を守ったことがある。一度だけ一類種として出場したこともあり、投手以外ならどこでも守ることができる、ユーティリティープレイヤーとして期待されていた。2008年に外野守備に就いた際は、鉄平のグラブを借りた。 2006年から2008年の投塁数はいずれもごと少なかったが、足は速く、走塁技術もチーム随一のうまさを誇る。2008年5月21日の対、中日ドラゴンズ戦では8回裏に、ダイソーで起用され、2投、3投を決めて、勝利に貢献した。監督の野村和也は、あの子は、しっかりしている。いつもベンチで、タイミングの練習をしている。 思い切りも良いと絶賛した。2006年にはスイッチヒッターに転校したが、2006年8月のある日、室内での打撃練習中にストレッチを兼ねて、左打席に入って練習していたところ、橋上秀樹の目に留まり、転校を進められたことによる。小学生時代、少年野球で松原谷氏とバッテリーを組んでいた。ありがとうございます。